吉坂峠は、京都府舞鶴市と福井県大井郡高浜町との境にある峠である。旧道の標高は102メートル。現在は、峠の北側を国道27号の青葉トンネルが、南側を JR 小浜線の吉坂トンネルが通っており、舞鶴や小浜など、北近畿の経済、産業を支える重要幹線となっている。吉坂峠は、 丹後街道に位置し、丹後国と若狭国を接する国境として、歴史上、軍事上の重要な拠点であった。現在のトンネルができる前の旧道は、未舗装道路として現存しており、明治時代に改修された石垣刻みが、峠の両側に、部分的に残っている。中世、この付近の地名である木津の章に由来し、木津坂と呼ばれていたが、いつしか現状の基地坂となったという。 国境線をめぐる争いの逸話が伝わっており、鎌倉時代に若さと丹後で統計を行い、国境を決めたという、これに由来し、峠の国境には道の両側に犬石が目印として置かれていたというが、現在は失われている。室町時代には丹後守護の地位を争った一色氏と武田氏の攻防戦が行われ、吉坂取が丹後祭東端に築かれていた。 戦国時代には、高浜城主の逸見は産業の戦の舞台ともなったという。江戸期には、小浜藩によって、若笹祭生誕に、石書が設けられ、要所として知られていた。また、近年まで、峠付近には休憩のための水飲み場もあったが、所在不明である。小浜線は大正4年から工事が開始、鶴ヶから新米鶴まで順次延伸された。 吉坂トンネルを含む高浜と新前鶴間が大正11年に竣工し、小浜線が全線開通した。道路トンネルは、戦時中の昭和18年から工事が開始され、戦後の昭和25年6月30日に吉坂トンネルとして開通した。しかし、福井県令南地方に甚大な被害をもたらした昭和28年の台風13号により落盤を起こし、 使用が不可能となった。このため、二代目のトンネルが初代の北側に着工され、昭和31年2月7日に開通した。これが、現在の青葉トンネルである。初代と二代目の位置関係は、京都府立京都学、歴彩館所蔵京都府庁文書、吉坂水道復旧工事設計書、昭和28から30年度道路化3冊。 小30から77から1に詳細図面がある。参考文献、山作業金が,が参照。ありがとうございます。